宿り聖子は、日本の国土交通官僚。国土交通省総合政策局長や、国土交通省大臣官房長、国土交通審議官、国土交通事務次官等を歴任した。山口県下関市生まれ、福岡県福岡市及び、大分県別府市出身。大分県立大分上野旧高等学校を経て、1974年、東京大学法学部卒業。 運輸省入省。1979年運輸省、東京陸運局総務部企画課。1980年内閣、官房交通安全対策室総合調整第一担当主査。1981年内閣、官房交通安全対策室総合調整第一担当参事官補。1982年運輸省。 大臣官房環境課洋汚染対策室長。1983年運輸省、大臣官房人事課。1984年外務省在インドネシア、日本国大使館一等書記官。1987年運輸省、大臣官房文書課補佐官。1989年運輸省、大臣官房文書課専門官。同年運輸省地域交通局総務課補佐官。 1990年運輸省中部運輸局企画部長。1991年内閣法制局参事官。1995年運輸省鉄道局業務課長。1997年運輸省運輸政策局地域計画課長。1999年運輸省会場技術安全局総務課長。2000年運輸省大臣官房人事課長。 2001年国土交通省大臣官房人事課長。同年国土交通省大臣官房審議官。2002年国土交通省航空局管理部長。2003年国土交通省航空局次長。2004年国土交通省大臣官房総括審議官。2005年国土交通省自動車交通局長。2006年国土交通省総合政策局長。 2007年国土交通省大臣官房長。2008年国土交通審議官。2011年国土交通事務次官。2013年東京大学公共政策大学院客員教授。2014年一般社団法人国際高速鉄道協会理事長。2018年一般財団法人運輸総合研究所会長。ありがとうございます。